大分市男女共同参画センターハピネスからお知らせします。今回は男女共同参画センターの施設や取り組み、また女性に対する暴力をなくす運動機関についてご紹介いたします。まず男女共同参画センターとはどのようなことを行っている施設なのかご説明します。男女共同参画センターとはズバリ男女共同参画社会を実現するための拠点施設です。そう言われてもイメージが湧かない方も多いかと思いますので、まず男女共同参画社会とはどんな社会のことなのか簡単にお話しします。男女共同参画社会とは、男性も女性も政治、経済、地域などあらゆる分野で自分らしく活躍できる社会のことです。性別により役割を決めつけたりしていませんか？男性と女性が一緒に考え、互いに人権を尊重しながら個性と能力を十分に発揮できる社会を実現しなければなりません。男女共同参画センターはそのような社会を実現するための取り組みを行っている施設です。このように男女共同参画センターは誰もが利用しやすい施設となっていますが、より皆さんに親しみを持って利用いただくための愛称があります。令和2年度に公募により決定したタピネスという愛称です。このタピネスという愛称には皆さんにたくさんの幸せが訪れますようにという願いが込められ、たくさんのハピネスから名付けられた愛称です。とても親しみのある愛称だと思いますので、皆さんもぜひタピネスで覚えてください。次に男女共同参画センターの場所や施設についてご紹介します。大分市男女共同参画センターは府内町にあるコンパルホールの2階にあります。センターの中の様子です。この交流スペースはどなたでも利用でき、学生が勉強していることもあります。交流スペースには府市図書館もあります。男女共同参画に関する書籍が置いてあり、無料で貸し出しを行っています。さらに交流スペースには大きなモニターがあり、男女共同参画に関する映画を視聴することができます。お子様向けのアニメもありますので、小さなお子様と来られる方もたくさんいます。交流スペースの奥にはキッズスペースがあります。お子様と遊んでいただけるスペースとなっていて、絵本もたくさん置いてあります。キッズスペースの奥には授乳室もあります。おむつ替えもできますので、赤ちゃん連れの方にもお気軽にご利用いただければと思います。次に女性に対する暴力をなくす運動機関のお知らせです。内閣府では毎年11月12日から11月25日を女性に対する暴力をなくす運動機関と定めています。シンボルは紫色のリボンです。リボンを身につけることによって、暴力のない世界にしたい、暴力を許さないという気持ちを表すとともに、暴力の被害者へ味方がいることを伝えています。タピネスではこの期間に合わせて様々な啓発活動をしており、今年度も次のような啓発活動を実施します。一つ目は街頭啓発キャンペーンです。11月14日火曜日午後4時から大分駅の北口と南口にて実施します。啓発グッズやタピネスで実施している相談事業の情報などを配布します。2つ目はパネル展示です。11月14日火曜日から26日日曜日までコンパルホール2階の市民ギャラリーで実施します。 DV の危険性や DV 防止について皆さんに知っていただきたいことをパネルにて展示します。コンパルホールにお越しの際はぜひご覧ください。3つ目は男女共生セミナーです。11月25日土曜日に SNS 性犯罪から子どもを守るためにと題し、 NPO 法人 DV 対策予防センター九州理事長の
原健一さんを講師にお招きし、セミナーを開催します。申し込みが必要で、参加定員は28名、先着順です。定員になり次第締め切りとさせていただきますので、お早めにお申し込みください。詳しくはタピネスまでお問い合わせください。最後に DV 被害・性暴力についての相談窓口をご紹介いたします。配偶者や恋人からの暴力、性犯罪、セクシャルハラスメント、ストーカー行為等の暴力は人権を著しく侵害するものであり、決して許されません。一人で抱え込まずに相談機関にご相談ください。女性に対する暴力のご相談については、大分市配偶者暴力相談支援センターへ。大分市配偶者暴力相談支援センターの電話番号は097-537-5666。女性からの相談を受け付けています。性犯罪・性暴力被害のご相談は、#8891、早くワンストップ。DV についてのご相談は、#8008、晴れれば。こちらは年齢や性別を問わず相談できます。また、SNS 相談キュアタイムでは、チャットで相談ができます。叩いたり、蹴ったり、あなたの体を傷つけることだけが暴力ではありません。あなたが嫌だと思っているのに、無理やりされる性的な行為もすべて暴力です。匿名で相談ができます。外国語での相談も受け付けています。一人で抱え込まず、誰かに相談してください。タピネスはいつでも誰でもご利用できる施設となっています。皆様、コンパルホールの近くに来られた際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。